皆様、こんにちは。ビザ JP カナダ移民コンサルタントの白石です。今日は10月5日になりました。はい。今週は、たたたたと行くとですね、この前この辺のお話をしましたよね。で、新しいニュースはないので、記事を上げましたので、ちょっとそちらの方をご紹介していきたいと思います。はい。今回のブログ記事はですね、アトランティック地方に、お住まいのご家族にインタビューをしましたという記事で、これは実は結構力作でですね、インタビュー1時間ぐらいしっかりさせていただいて、で、その上でこう文字起こしをしたりとかね。で、こういう地図を入れたりとかね。結構力作なんです。で、ちょっとこちらの方をご案内してみます。アトランティック地方プログラムっていうのが、前にも、こちらでね、何度かご紹介しましたけども、これがありまして、で、比較的、こう、申請条件が、クリアしやすい。まあ、簡単に言うと、他のカテゴリーに比べて申請しやすそうな、カテゴリーになってるんですね。プログラムになってるんですね。でも、アトランティック地方に行こうって、こう、気軽に思う人があんまりいない。で、なぜなら、やっぱりカナダに行くとなると、皆さん、まず、思い浮かべるのが、バンクーバーとかトロントで、まあ、3番目に、カルガリーとかかな。うん、それぐらいの、こう、まあ、やっぱり大きな都市を皆さんパッと思い浮かべますので、アトランティック地方ってあんまりピンとこない方が多いと思うんですね。で、ここら辺です。この赤いところです。一番、東なんですけども、海に囲まれているところ。なので、非常に、景色とかね、すごくフォトジェニックですよ。すごく素敵なところなんですが、じゃあここに住めるのかっていう、住むとどうなる、どんな感じなのっていうのがあんまり情報がないので、ご存知ない方が多くて。で、実際にお住まいの方にお話を聞いてみました。で、まあこれ一つ一つね、ここで読んでいくっていうことは今日はあえてしないですけども、まあどういう方かというと、弊社で、お手伝いをしている方なんですが、まあ弊社でお手伝いをする前にもご自身で、ノバスコシア州に行きますというところは決めてらっしゃったんですね。で、まあじゃあいざ行きましょうというところから、ビザのお手伝いのが始まり、で、ご相談が始まったという感じで、最初からじゃあどこにしましょうっていうところ、ところから相談したわけじゃなかったんですね。で、ご自身でなぜ、ノバスコシアを選んだかっていうと、まあ、理由の中の一つとしてですね、このノバスコシア州は、親が語学学校の学生でも子どもの公立の小学校が無料になる。これはまあご家族で、引っ越すという方向けの情報ですけども、これがね、語学学校は普通は子どもの授業料は無料にならないんですよ。ですが、この州だけが特別に人を呼びたいからだと思うんですけど、こういうね、特別措置をしておりますので、親御さんが語学学校に行っている学生さんでも子どもの学費が無料になる。これが非常に魅力的だなと思われた、理由の一つだそうです。で、ノバスコシア州のこのハリファックスというところがですね、都市機能が整っていますとおっしゃってますけども、ここのね、今のこの地図をこう見ますと、この中の、まあ、この辺かなっていう感じなんですけど、この地方の中で一番大きな都市です。ハリファックスが。で、その近くに最初はこちらの方は住まれた。ということですね。で、ハリファックスは、なのであんまり不便は、ないですよということでした。で、ただ、日本の
このランディングサポートがない、ランディングサポートというのは、ここに書いてあるように、お住まいを探したりする、お手伝いとか、まあ、ホームステイとか、そういったものが一切ないので、それがまあ大変でしたねと。なので、自分たちで調べるような、力がある方というかね、調べながら、やるとか、そういうところが頑張れる方が、に向いてるのかなという感じです。で、実際に現地に行くと日本人は少ないですということですが、じゃあどんな人種がいるのというと、非常に多国籍でいろんな人種がいますよ。まあ、これハリファックスの話ですね。その、アトランティック地方の中で一番栄えてるんですね。そこは、比較的多国籍ですよというお話でした。で、ただもそこにずっと、永住して住んでらっしゃるような日本人は、そんなにまあ、数えるほどしかいないわけですね。やっぱりバンクーバーとかトロントとかに比べると、まあ、全然、ちっちゃいというか、こじんまりとした、コミュニティです。で、良くも悪くも、ちっちゃいコミュニティなので、それを、まあ、長所として、利用できるというか、皆さんとね、仲良くなったりできると、すごく、生活がやりやすいですよというお話でした。で、ここ私は意外だったんですけれども、車絶対必要ですよねって思ったんですけど、そういう、まあ、田舎っていうか、のあたりは、と思ったんですが、車なしでも、街の中心部では大丈夫だそうです。でも、やはり車を持って少し郊外に住む方が、家賃も安いし、まあ、生活の範囲、行動範囲も広がって便利ですよという。これは、バンクーバーとかでも同じですね。やっぱり、車なしで生活している人もいますが、車あったらなお便利という感じです。特に、ご家族では。だからこの辺はまあ同じかなという感じがしました。これはちょっと意外でした。ハリファックスの中心部でも車いるかなと私は思ってたんですけど、そうでもなかった。はい。あとは、まあ、皆さんが気になる家賃ですけども、このね、探せば2ベッドルームでも、で、600から700ドルぐらいでありますよ。というのは、これはハリファックスではなくて、ハリファックスの後に、この方たちが住んだ、ハリファックスからさらに、200キロ、2時間以上離れたようなところで、そうです。なので、まあ、ハリファックスはやっぱりちょっと高いですっていうことですね。で、ただカレッジの、そこはカレッジの街なので、カレッジに行くんだったら、そういう、田舎っていうかね、の、安い、家賃が安いようなあたりも、のカレッジもありますよということです。で、地元の人たちと仲良くすると、非常に住みやすいよということなので、比較的やっぱり、アウトゴーイングでですね、いろんな人と気軽にというか、お話しして仲良くなりましょうという気持ちがある方が、住みやすいのではないかなという印象でした。で、冬はあまり過酷ではないというのもちょっと、びっくりしたところなんですけども、まあ、おそらくですね、これは想像ですが、海に囲まれているところなので、やっぱり内陸部の盆地っていうかね、よりも、まあ、温暖なのかな、という思いました。でも、それは私は、知らなかったというか、冬さぞかし寒いんでしょうねって思ったんですけども、そうでもなかった。で、まあ、そうでもないといっても、マイナス30度になった日が、一応、一日はありました。ということですね。カルガリーとかね、トロントとかはね、マイナス30度になる日が冬は、何日もあるんですよ。なので、まあそういうところと比べると、あんまり過酷じゃないんじゃないでしょうかというふうなお話でしたよ。で、ワーキングホリデーの人がどれぐらいいるのかなって思いましたが、カレッジからポスグラ取って永住権という方が多いような印象ですというふうにおっしゃってました。まあ、そうですね。まあ、どこの都市も比較的そういう永住権を目指す方はカレッジ行ってポスグラを取って永住権という方が多いでしょうね、今ね。
なので、ワーキングホリデービザの後に、カレッジに行くという人も結構いますよというお話でした。で、あと、子供預けられるところがあまりないというのが、ちょっと、問題というか、ネックレスというふうにおっしゃってました。だから、お母さんと子供さんだけで、行くとか、親子留学っていうんですかね。っていうのは、なかなか、お子様が預けられないので大変かもしれないですねっていうことでした。で、こちらのご家族は、ご夫婦で、いらっしゃってたので、どちらかが、お子さんのケアっていうのができたので、その辺はあまり問題なかったですとのことでしたけれども。で、お仕事は、やはり日本人相手のお仕事はないので、カナダ人と同じ土俵に立つということが、非常に、もうそういう覚悟でいかないとダメですよっていうことですね。まあ、それはそうなんじゃないかなと予想通りですけれども。はい。で、はい。ということだったんです。で、まあ、今、ちょっと飛ばして、ざーっと飛ばして言いましたけども、詳しくね、皆さんゆっくり読んでください。で、じゃあなんで今これの話をするかというとですね、最近、エクスプレスエントリーの、ドローイングで、結構点数が、まあ、高めだったりして、もう、どうやって永住権、カナダで永住権を取ったらいいんだろう、取れるのかしら、私って思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけども、そんな中、このアトランティック地方のプログラムっていうのは、比較的、申請条件は低いんですよね。で、ちょっと見ていきますと、このね、お仕事をしている人用の、ストリームと、あとは、アトランティック地方で、カレッジや大学に行った方のストリームと2つあります。で、お仕事の方でやっていくっていうのは、だからアトランティック地方でカレッジ行ったりしないっていう方は、過去の就労経験を使います。で、過去の就労経験は5年以内の就労経験で、フルタイムで1年以上を、続けて働いていることということが、条件になりますけれども、これはカナダ国外でもいいので、日本で働いたことがありますよっていうことでも大丈夫です。ただしちょっと気をつけないといけないのがですね、そうですね、どこに書いてある？あ、ここです。スキルレベルのところに書いてあります。気をつけないといけないのがですね、ジョブオファーを、そこのアトランティック地方で、まあ、お仕事が見つかり、ジョブオファーをもらいます。そのお仕事のスキルレベルは、ご自身が過去にやった就労経験のスキルレベルと同じかそれ以上であることという決まりがあります。なので、スキルレベルの高い仕事の職歴が過去5年以内にある方は、それより難しい仕事というかね、それと同じか、それより、スキルレベルの高い仕事で、ジョブオファーをもらわないといけないよということになっているので、これがちょっと、気をつけないといけないところですね。日本で、例えばレストランのサーバーだったりとか、事務職だったりとかっていう、ことをやってらっしゃる方は、ティア0でも1でも2でも3でも4でもいいですよっていうふうになりますけど、もし日本で、例えば、弁護士でしたとかっていう人は、まあ、ティア1なので、そうすると、ティア0か1のスキルレベルの仕事を探さないといけないよとなってくるので、ちょっとこれは、そうなってくるとハードルが高めかなっていうことになります。で、じゃあ、こちらの学校に行くよというのはどうでしょうっていうことなんですけど、先ほどもね、インタビューの中で、カレッジに行って受験目指す人が圧倒的に多い印象ですよという話がありました。で、これはカレッジに行くんだったら、もう就労経験は不問です。不要です。で、過去2年のうち16ヶ月以上アトランティック地方に住んでいることって書いてありますが、これはもうこちらのね、学歴の方の、条件に、アトランティック地方で、公立カレッジ2年以上のコースを卒業していることというのがありますので、これが大昔に卒業とかじゃない限りは、これは大体皆さんね、
ね、満たすんですね、自然に。もうこの学校に行ったということで、自然にこれは満たします。で、学校を、卒業して、で、ジョブオファーさえあれば、要するに仕事さえ探せれば、永住権の申請ができます。まあ、英語のテストのスコアは必要ですけども、この CLB5 っていうのは、カレッジに入るよりも低いスコアなので、これは皆さんカレッジに入る人は当然取れるんじゃないかなっていうぐらいの、レベルの英語力があれば大丈夫です。で、このね、ジョブオファーは、こちらのストリームであっても、こちらのストリームであっても、ここに書いてあるリストの中の雇用主さんの、からのジョブオファーじゃないといけないんですね。と思うかもしれないんですけど、なんとなんとこの、表というかね、このリストはすごく日々長くなっているというか、日々この雇用先が増えているんですね、チョイスが。で、今、もう27ページもあるんですよね、これ。なので、まあ、たくさん、これにね、このプログラムに登録している雇用主さん、たくさんあるので、あとは、まあ、ここに登録してない雇用主さんでも、登録をしてくださいってお願いすれば、雇用主さんが登録してくれるっていうこともあると思うんですよね。で、まあ、それまで待たないといけないです。登録ができや、できるまでが、待たないといけないですけども。っていうことで、今のリストにある雇用主さんで、仕事さえ決まれば、で、まあ、カレッジをアトランティック地方で卒業していれば、もうそれだけで永住権の申請ができるんですね。っていうことは、どういうことかというと、何にもスコア制じゃないんです。スコア、ポイント制じゃないんです。で、エクスプレスエントリーとかはね、今回エクスプレスエントリーの ITA が来たのは530点でしたよとか、510点でしたよって皆さん一喜一憂するんですけども、そういう点数制じゃないので、ここの、申請条件を満たしたら、みんな、満たした人はどんどん申請ができるんですよ。なので、これは、非常に申請しやすいカテゴリー。そして、見ていただくと、例えば年齢に点数がついたりしないでしょうね。だから何歳の方でも挑戦できる。あとはそうですね。まあ英語のスコアも比較的低め。もうこれさえ取れてれば、より高い英語のスコアを取らないと点数が満たされないっていうエクスプレスエントリーと違って、まあ最低限のこの英語のレベル、まあフランス語でもいいですけど、さえ取れば申請できるというふうになっていますので、こちらは非常に申請はしやすいです。で、このプログラムの他に、アトランティック地方に住んでいる方の選択肢としては、他の都市に住んでいる方と同様に、もちろんカナディアンエクスペリエンスクラスとか、これはどこに住んでてもね、ケベック州以外の場所に住んでいる人は、いいので、これももちろん、ありますし、まあ、スキルドワーカーカテゴリーもあります。スキルドトレードカテゴリーもあります。こちらは、まあ、職種によりますけども、このカテゴリーも、もちろん他の州でできる、こういった、スキルドワーカー、カナディアンエクスペリエンスクラス、スキルドトレード、これも、アトランティック地方にいてももちろんできます。で、あとは州ノミネーションプログラム、これもあります。で、これは、州政府から移民局宛ての推薦状をもらいましょうよというやり方で、雇用主さんに、推薦してもらうというのが一般的なんですけれども、これは各州にあるんですね。これは州政府が、この人カナダに残ってほしいかどうかっていう、ところの、審査をするというプログラムなんですけども、各州にありまして、このニューブルンスウィックとか、ノーバスコシアとか、プリンスエドワードとか、ニューファウンドランドラバトリーとかにもありますので、この辺も、のカテゴリーも使えると。
ということで、アトランティック地方に、お住まいになると、選択肢が1、2、3、4、5とか、たくさんできるんですね。なので、他の州よりも、有利にはなります。ということで、アトランティック地方ね、これから、ごめんなさい、こちら。アトランティック地方ね、これから検討していきたい方が増えるのではないかなと思いますが、まあその検討する材料としてですね、こちらのインタビュー、ぜひぜひ参考になさってください。あとは、まあ、このインタビューの他にもね、もちろん、英語の、情報のサイトとかもありますし、州の、の、あの、各州の政府が出しているうちの州、こんな州ですよという、そういうウェブサイトもありますので、そういうところもちょっと見ながら、進めそうかどうかということを、検討していただいて、で、もしご質問とかあれば、私どもの分かる範囲でお答えできますので、で、こちらのインタビューしたご家族だけじゃなくて、他にも、このアトランティック地方で永住権をもう取ったよっていうお客様もいらっしゃったりしますので、何かご質問等あれば、ぜひぜひ弊社の方にお問い合わせをいただければと思います。はい。今、魅力のアトランティック地方のお話でした。はい。それでは、来週も、また木曜日同じ時間にこちらでニュースの方を読みたいと思います。では皆さん、さようなら。